エドワード・ヒッチコック・ヒッチコックの著書、初等地質学の系統授。エドワード・ヒッチコックは、アメリカ合衆国の地質学者、古生物学者である。1845年から1854年の間、アマースト大学の三代目の学長を務めた。マサチューセッツ州のディアフィールドに、帽子屋の息子に生まれた。1815年に新たに設立された、ディアフィールドアカデミーに入学した。 自然科学に興味を持っていたが、アカデミーの教師をしていた画家のオラ・ホワイト・ヒッチコックと結婚し、彼女の影響もあって宗教に転じた。1818 18年に、進学者としてイエール大学に進み、1821年から1825年の間、改修派教会の説教師として働いた。1826年に、アマースト大学で、地質学、科学、 鉱物学、自然進学の講師となるため、聖職者の仕事を辞めた。1834年に、アメリカ芸術科学アカデミーの会員に選ばれた。1830年から1844年の間、マサチューセッツ州の地質調査所の地質学者として、働き、最初の地質図を作成した。後にニューヨークとバーモント州でも、地質図の作成を行った。 1845年から1854年まで、アマースト大学の学長を務め、財政的基盤を確保し、アメリカ合衆国の地質学の基礎を築いた人物として評価されている。宗教と科学の融合に取り組んだ人物で、聖書の記述に関して、著作、デ e l ョン i o n of Geology and its Connected Sciences の中で、地質学知見は刑事と同じように、 この惑星の動植物の歴史はもっと古く人類は6000年前よりもっと前に想像されたことを証明している。と述べている。ヒッチコックは2万を超える恐竜の足跡の化石資料のコレクションを作りアマースト大学に保管庫を設立した。ヒッチコックはそれを巨大な鳥類の足跡であると考えていた。著書の初等地質学には系統樹にも見える図が掲載されている。 チャールズ・ダーウィンの種の起源の出版は1859年であり、生物進化の概念を主張してものではなかったと思われ、種の起源出版後の1860年の改訂版の初等地質学ではこの図は削除された。息子のエドワード・ヒッチコック・ジュニアはハーバード大学で医学を学び、父親の下でバーモントの地質調査に参加した。後に、 アメリカで最初に発見された恐竜メガダクトラスパリラスの発見者となった。別の息子、チャールズ・ヘンリー・ヒッチコックも地質学者となった。イー・ヒッチックは植物の学名で命名者を示す場合にエドワード・ヒッチコックを示すのに使われる。ありがとうございます。